週刊居酒屋チンボー出番チンボー出番というわけで始まりました、はい、週刊居酒屋チンボーの週刊です、はい、今週始まりました。キョトンってしちゃいました、はいはいね、久しぶりにデスボイスをやったので、メイン MC で作曲家のジンマヨズルです。はい、同じくスケマチコケイチでございます。変なテンションになってますね。というわけで、ゲストはですね、先週に引き続き、はい、スタジオカリーブ社員アシスタントプロデューサーの和田新平さんです。はい、よろしくお願いします。はい、ちょっとね、先週がですね、その生い立ちとかどういう風に音楽に出会ってとか、そして杉山さんとの運命の劇的で、なんか素敵な出会いそしてどう結ばれたかみたいな話までしていただきました。はいはい、でですね、アシスタントっていう業務ってどうなんだみたいな話をいろいろ先週やったんですよね。はい、で、まあ、いい感じのところで終わったので、まあ、アシスタントの業務も話しつつ、ちょっともっといろんなことを掘り下げていこうかなという感じですね。先週ちょっとちらっと話をしたんですけど、はいはい、うち副業 OK なんですよ。うん、珍しいですね、今で。うん、でね、はい、何かっていうと、はい、だから夜7時、定時、はい、朝、俺、うちね、はい、10時から7時が定時なんですけど、はい、7時終わったら割と帰れ帰れって言って、帰ってもらって、ほら、ずっと会社で仕事ばっかりして残業やってると、はいはい、なんだろう、会社の仕事はできるけど、はい、幅は増えないって俺は思ってて、やっぱり自分なりの持ち味とかってちゃんと自分の時間がないとできないと思ってるので、はい、そういうのは、やっぱ定時後にやるしかないと、土日をうまく使う、休日をうまく使う、有給もうまく使うっていうので、もう使うのは自由だけど、そうそうそう、ともかく時間がないとできないから、うん、と思ってるところもあり、うんうんうん、なんだろう。やっぱ、今、会社、営業というか仕事を取っていくのが自分が多いので、はい、やっぱ、広がり、増えないんですよ。うん、それよりは、自分なりに、自分のコネで、やってもらっても、方が全然、後から会社には還元できるし、してもらえるし、どんどんやって、どんどんやってって思うし、自分も実は、会社員時代に、言っちゃうと、ちょっと副業みたいに他の仕事やってたりは知ってたこともあるんですね。でもね、あまり会社はダメだったんで、うん、副業は。その当時はもう20年、うん、15年ぐらい前なんで、言ってはなかったんだけど、だから、そういう時と違って、今、バンドのサポートとかもだから、堂々と今やってるじゃないですか。はい。うん、はい、なので、そういう他、会社の課外活動のこともいっぱい聞こうかなと思って。だって、ゲームの音楽やってるじゃん。ああ、はい。じゃあ、和田くんは今、その、課外活動として、はい、まあ、ジャンルで言うとどういうことやってるんですか？言える範囲でいいよ。うん、カリーブ以外の音楽、ゲームの音楽作ってる。ゲームの音楽を頼まれて、制作して、あとサポート、半分バンドみたいなものなんですけど、はい、サポートして、あとは、まあ、ギターの収録ですね。その3つですね。方が、はい、主に言える仕事ですね。言える、はい、穴掘ったりとかさ、仕事がない世の中、山に穴掘るとかいろいろありますからね。言える仕事言える仕事、内容まではあれですけど、言える仕事です。そう、他はやってないです。ホストとかもやってない。ホストとかできないですね。ホストでホストやったらゲームの音楽とかも作ってるはず。はい、ね、それはもう全然別の制作会社からってことですか？そうですね。名前は出してないの？名前は出してない。あ、でももう、時期出るか、そう、言っていいのかが分かんなくて、いまいち。それはね、聞くといいじゃないですか。そうですね。あ、なるほどなるほど。割と大手。結構ってなんですかね、なかなか珍しいですか、今その制作会社で副業 OK の会社っていうのは。ですね、いや、副業、はい、今働き方改革っていうのが叫ばれてから副業 OK になってるんだけど、会社によっては協業する、そうですよね、協業ジャンルダメですとか、もちろんそうですよね、っていう会社もあったり、でも、ほら、今ほらなんだっけ、その副収入が雑収入なのかどうなのかって去年問題があったじゃないか。ありましたね。だから国全体で副業をやってもらう方なの、はい、そうどっちなのってのは、あれは結局撤回されたみたいなんですけど、そう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 、みたいなのがあって、で、そう、確定申告するんだよ。
そうだ、ちゃんと確定申告をしなくちゃいけないですかね。はい、ふるさと納税するんだよ。儲かるから今調べてます。和田君的には会社の仕事やりつつ他の仕事をっていうのはちゃんとそのリズムというかその住み分けっていうのは頭の中でそのできやすいもんなんですか、実際正社員っていうのをやりながら。あ、内容が結構違うというか、もう本当にギター弾いて作るっていうのと、なんサポートって言ったらあれですけど、連絡ごとだったり譜面だったりはまた別、ちょっと自分の中で別っていう感じなんで、かぶってない分、そうですね、かぶりつつもなんかちょっと違うので、なるほど、なるほど、違うジャンルみたいな、違うジャンルみたいな、はい、なんで、なんか別にそこまでごちゃごちゃっとはならないです。バンドのサポートとかって、はい、結構ツアーとかあっても行くってことですか。あ、ツアーみたいなのはあまりない。都内の中で、はい、これツアーとかあったらどうするんだろうみたいな。ツアーあったら、うん、杉山さんにひとまず、うんうん、ツアーの相談来てるんですけど、うん、っていう相談です。杉山さん、はい、これ、はい、その会社員時代の2年目か3年目かな、はい、あの航空電子で、はい、あの CD リリアルバムフルアルバムリリースして、はい、で上北仙台から博多までの、はいはい、8カ所かな、博多でしょ、うんうん、岡山、うんうん、うーん、大阪2カ所、全国名古屋そうです、ね、東京、郡山、おうおう、仙台、おうおう、会社員やりながら、8カ所ブッキングして、会社員やりながら、会社員やりながら1月を全部それに、土日をと祝日を全部ツアーにやって、会社が休みの日、そうだから会社が羽田にあったんですよ。あ、なるほど。だから仕事終わったらまず羽田で飛ぶ。すごいですね。そうで、ほうほう、土曜の朝、はい、バンド合流しておはようございますっつって、はい、やって、で月曜の朝に帰ってくるんですか、羽田に帰ってくる。出社。大変です。今はできた、やった。その時は航空電子とキャプテンズってバンドのスピードツアー全部、ブッキングも全部自分がコーディネートしたので。体力使いそうですね、それ。すごい。20代半ばなのでできた。20代だからできる感じ。そうやってましたよ。だから本当に、うん、まあ、お正月はあれだけど、1月の8日、9日、10日、はい、その成人の日、はい、まあ、3連休まで使うでしょう、はい。翌週使う、土日使う、うんうん、土日使う、うん、最後、金、土日の金だけ、東京だったから、いや、土日だった気がする。東京2カ所やったわ。みたいなのやったりとかして、なのでもう全然逆に会社の日にするんだったら、はい、なんか有給使うか、なるほど、それかそれを会社の仕事にしてもらえれば、あ、なるほど、全然給料の一部としてお支払いするしって話は、だから、そうですね、時間がなければ会社の仕事にしていいよって言ってあるんですよ、全員に。そう、それはそう、そう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 、なるほど、かなりホワイト企業ですね。ホワイトだったんですね。ここは、ね、だってね、自分がそういうことしてたからさ、言えない、あの他人やめって言えないよね。もう好き放題やってたから、それで成功したから。でもそれで成功したからさ、そうですね、それで、まあ、そうやって社長になってますから、やってほしい。無茶できるときに無茶した方が伸びるから、そうですね、無茶できなくなりますからね。あ、そう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 、今無茶できる時期だと、ちょっと徹夜して曲作って、はい、納品して会社行って、うん、眠いみこすってっていうのができる時期、うんうんうん、まだギリギリ、うんうんうん、なのでやれる環境があったら絶対やった方がいいって俺は、うんうんうん、もう無茶できないですからね。そうだね。無茶できたきに徹夜とかできなくなっちゃって、こう無茶してるイメージが。いや、まあまあ、そうですね、もう、いやでもいいですね、もうこのカーリーブさんで和田くんが今2年ぐらいやってて、そうですね、2年に突入、このコロナの時期になってその兼業してたものっていうのはその減ったりとか増えたりっていうのは、特にバンド系とかっていうのは、もともとなんかやって、うん、あ、でも、もともとやってたのはそんなに変わんなかった、うん、そうですね、うん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 、やっぱり家で弾いて納品っていう形とかなので、制作が多いんだよね、はい、なんか M1 もなんか M1、 あ、 M3 ですか、 M3 ですか、 お笑いM3 ですね、 M3 ですね、あの音楽の同人系の即売会ですね、はい、この間あったじゃないですか、はい、ありましたね、和田くんそう出てたんです、そうですね、そうですね、そうですね、あ、そうか、それでも参加して出したりして、ね、それ自分ので出てたんだよ、それは自分ので、はい、自分のもやりつつ、
あのさっきあの先週の話でも出たんですけれども、うん、このリスナーの中でアシスタントっていうのをそのついてみたいやってみたいって方がいた時にどういう参考になるかみたいな話したと思うんですけど、うん、杉山さんからの立場の話っていうのは聞けたんですけど、和田君の立場から、はい、そのアシスタントってやりたいんですけど、あのどういうこと勉強したら何ができたらいいんですかみたいな聞かれた時に和田君的にどう答える、難しい質問だと思うんですよこれ。なかなかアシスタント何勉強してないからだっけ、そうそうそう、アシスタントって何ってみんなあるんですよ。そんな働き方あるんだったら自分 もう現にアシスタントのプロとして働いてるわけなんで、うん、そういう働き方があるんだ、じゃあ自分もやってみたいけどどうしたらいいんだろうって全く分かんない若者がいたとした時に、杉山さんが先週言ってた人柄じゃねえはもう分かんないですもんね、うんうん、自分のあれがそうか、自分の人柄ってそうか分かんないですし、うん、あでも、うん、なんですかね、うん、あのパッて杉山さんに、うん、その多分初めて、うん、杉山さんからそのギター弾いてって言われた時は、うん、はい、なんかのお仕事、カリブさんのお仕事手伝って、はい、カリブさんって言っちゃった、はい、あれなんですけど、はい、でその中で杉山さんが急にバッて、はい、多分前の家の時にギター弾いてもらっていい、明日か明後日までって感じで、おいいっすよって言って、はい、で送り納品というか杉山さんに送ったら、はい、なんか杉山さんからはちょっと好感触な感じだったんで、はい、なんか一個できるといいのかなって、一つ何かしら特化してるものが、そう自分もね気軽に頼んだんですよ、あの、うんうん、ジンマ君にもお願いしたんですけど、はい、あのうちで毎月一曲作んなきゃいけなかった時があるんですよ、あの、はい、妖怪のゲーム、はいはい、ありましたありました、そう、はい、あれね、ロック系の曲の時にお願いしたんですよ、そうそう確か確か、そうそう、そのぐらいだったので、そう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 、確かだったんじゃないかな、一つ特化したものっていうか、まあ、アピールポイントになるものが一つ、若い特に若い人はいろんなことまだ人生経験ないとかないけれども、一つぐらいその磨いとくものっていうか、アピールできるものを一つあった方がいいんじゃないのって、これあのうちに来たインターン生の子が来た回でも言ってましたけれども、作曲家を目指すっていう時でも一つ光るもの、うん、一つ得意なものを作っておいた方がアピールになるよみたいな、うん、そこからそこをきっかけにしていろいろ広がっていく、あそれは確かにな、そうそう、あるから、うん、あるね、まだ最近、まあ、仕方ないと思うんですけど、何でもいろんなことできるようにしようってなっちゃうんですね、いろんなことを広く勉強しようって広く浅くなっちゃうんですね、そうじゃなくてまずこれが得意です、これなら任せてくださいってものを一個作るところから始めたらいいんじゃないかなって話によくするんですけど、うん、なんかね、自分で、ね、うん、これっていうのがあって、うんうんうん、かつそうそうそう、一本あのなんだろう、幅広くていいんだけど、うん、その中でも1本だけものすごく、うんうん、あのピークが立ったものは絶対必要だなって、確かに、うん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 、この間他のゲーム会社の社長とも二次さんの話をしたりもしてて、やっぱり、うんうん、どこか会社としても、うんうん、やっぱりこう何でも作れるんだけど特にここが強いっていうのがやっぱ武器になるよねって、うん、なんだかんだ言って、むしろ和田くんが今、まあ、杉山さんという方のアシスタントをやってた上で、はい、この技術あってすげえ役に立たぜみたいなのがあれば、まあ、これは杉山さんだけに真剣ゼミみたいなね、真剣ゼミ、でもこれ、こんですか、これやっといてよかったみたいな知っててよかったみたいな、いやでもギターじゃないですかね、メタルというか激しいディストーションの効いたギターを割とグリッドにかっちり合わせる編集技術とか、編集技術とか、あとそういうとこのなんだろうな、メタルのチョーキングのニュアンスだったりとかが多分欲しいって思った時に、それなりの杉山さんから見たらまあまあ使えるんじゃないのみたいなものを返せてはいるんじゃないかな、メタルとかミクスチャー的なのってドラムにしてもベースにしてもギターにしてももうエリット前提でエリットしてなんぼでかっこよくなるじゃん、ね、ここ10年20年を、そうですね、なんでそれが分かってるっていうのも強かったし、そうそう、自分でできるっていうのも強いし、言われなくてもやるっていうのも強かった、そこは合ってたと思う、自分もロックは自分がどっちかっていうとあのだらっとしたガレージなロックやるんだけど、それは自分好きな音楽は基本的にお金にならないと思ってるんですよ、でそうじゃないものがちゃんと商売になってみんなかっこいいっていう、まあ、自分では自覚はあって、うんうん、その一つがメタルとかっていうもの自分では通ってこなかったけど、絶対できなきゃいけなくて、ちゃんと技術的には、いう時にただギターは弾けないので、やっぱギターはね、やっぱ演奏はね、俺下手なんですよ、どう考えても、なんかやっと最近自分でコツつかんできたかなと思って46歳、だいぶ遅いので、20代からやってて今やっと
なんか他の人の聞いて、あ、こうやるのかって言ってできるようになったぐらいなんで、割とね、演奏とかはだいぶ遅咲きなんで、なんか10代20代自分は手出さなくてよかった。楽器をどこまで何種類手出すかってなかなか悩ましいところですよね。構造を知るぐらいのまでならいいですけれども、そのちゃんと本ちゃんテイクとして使い物になるレベルまで練習するとなると、それなりの練習時間も必要になりますし、だから、ジャンル被ってないのも強かった、はい、ああそうか、ジャンル被らないのはむしろ強いですよね、うん、自分の場合は同じジャンルの人が欲しい場合と、違うジャンルの場合が欲しい、なんか自分の知らないことをサポートアシスタントして欲しいのか、自分のあのなんだ、めっちゃ得意なところの片腕になって欲しいのかってまたちょっと違う、だから僕もアシスタントいるんですけど、どうしても僕はあの劇版とかスコアを書くことが多いので、どうしてもその音大の子たちに来てもらう、僕は音大出てないですけども、でそうなるとどうしても上位、あの介護官上位互換みたいな状態になっちゃって、だから自分の代わりって感じじゃなくなってしまうんですよ。要はそのアシスタントの子ができることは自分は全部できるみたいな状態になっちゃうんで、その自分ができないことはアシスタントもできないんですよっていう状態になってしまうっていう、だから本当はできないことをできる人がいてくれた方がその補えるんですね、その補うがないんですね、その同じタイプの人が、でも杉山さんの場合なんかミニ杉山みたいにいないですもんね、世の中にも無理、あんまりいないよね、いないですよね、だからよく言うのが、はい、あの自分の、はい、テクノが好きで、テクノが得意な、はい、エレクトニックが得意なの、はい、アシスタントが欲しい気がする、そこの、それは全然違うジャンルだから、はい、でなぜか自分はそうじゃないジャンルも作るのが割と得意なので、そこもは多分一つ、和田君が、そう、特にギターは自信がないので、非常に、やっぱりギター、やっぱりギター一本でやってきた人はやっぱ強いですよね、やっぱり何かとどういうギターが欲しいかは説明はできるので、だから説明できる程度に作り込んで弾けるそうみたいなことはやるんだけどっていう、譜面って和田君はもともとピアノやったから読めたって、いや全然カリブに来てからどこに何のオタマジャクシと、まあキーは自分でも曲を一応作るので分かるんですけど、はい、なので譜面はもうここへクリアもうフィナーレ使って譜面書いてたのも覚えてもらって、ああもうフィナーレここで覚えたらすごい、あんな分かりづらいですもともとそんなにあの譜面も手書きのタイプだから、はい、フィナーレ使ってなかったから、はい、今覚えてもらったら俺よりできる人になる、はい、一回覚えちゃうとあのソフトはいいけど、覚えるまでが大変なソフトでとってもフィナーレとシベリウスが、はい、あります、シベリウス、シベリウスの方が直感的と覚えてますね、あそうなんだ、ただ、試合的にはフィナーレの方が多いで、シベリウスが今どんどん伸びてるっていう状態、その一緒にやってる現場だと、はい、フィナーレ使ってる人がいるので、はい、添削、はい、フィナーレのプロジェクトデータ渡して添削してもらえるので、はい、なんかそれは便利は便利、だからこれからアシスタント目指されたい人は、フィナーレとシベリウス両方使えた方がいいと思いますね、シベリウスはアビットですね、そうですね、はい、サブスクはありますね、はい、2つ覚えた、あの音大とかだとフィナーレで教えてることが多い、その先生方がフィナーレの世代なので、シベリウスが新しいので、ただ今の新しい劇版の世界だと、もう海外の側だとシベリウスが今主流になってきて、今でもあのフィナーレデジバホっていう時代、あれありますよね、デジバホがなかなかなくならない、はい、一部の方使ってますね、デジバホ、そう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 じゃあ和田くんはもう DAW、 そのパソコンの音楽のソフトとかっていうのも一通りもうここに来るまではもういろいろ使ってきたってことなんですか？僕はもうキューベス、あずっとキューベス、ね、1本で Windows ですか？ Windows でキューベス、でもうカリブさんに入ってから Mac を、 Mac と両方ロジックプロツールですね、ロジック、そう、杉山さんがロジックを使ってるから、はい、最近 FL スタジオか、おお FL スタジオ買ったんですね、そうそうそう買い始めて、おうおうおう、そうこれで割と、はい、割と網羅したな、全部揃ったんじゃないですか、もうないソフトがありますか、そうそう、あとリあなんだっけ、リーパーですか、リーパーも使ってるから、使ってるか、そうじゃあからじゃあどんどんマイナーの褒美下げていくしかない、開けないプロジェクトはないみたいな状態に、リーズン、リーズン、リーズンですね、リーズンはやってない、はい、あリーズンとかやってないですね、そうそう、リーズン、森田さんがリーズン使い、リーズンあまり聞かないですね、使ってる方、でもアシスタントとしてやっていくんでしたら、もういろんなプロジェクト、いろんな DAW 開けますよみたいな方が強い、
のではっていうイメージがあって、まあ、強いのは強いじゃないですか。いや僕ここにカリブで全部覚えたんで、あとすごい、はい、ストロジックね。どうしてもいや覚えてもほら、そうですかね。そうそうそう、業務として勉強できるっていいですね。なんかねアシスタントとしてできる人っていうよりは、はい、あ違う違う、こういう能力が欲しいというよりはもう、はい、先週も話してる、そう、はい、もうどうやっても自分のお、うん、介護官、同じような五感の人はいないから、はいはい、うん、もうある程度はできる見込みで覚えてってくださいってうん、うん、いう感じでやってる。そうですよね。そうですよね。そう、なんかできることを新しく勉強できることあったら、まあ、杉山さんに合わせてもらうって感じで、ロジック、杉山さんがロジック使ってるからロジック覚えてくれって方がアシスタントとしては楽ですよね。うん。いや僕も最初アシスタントを雇った時に、うん、そのアシスタントの子がキューベースだったんですよ。で僕ロジック使ってて、でそのキューベースの子にその作業してもらうデータを作るのに僕わざわざキューベースになんか置き換えたりとかしてて、でなんかこの時間なんだろうと思ったんですよ。なぜアシスタントに自分を合わせてんだろうと思った時に、僕その子にロジックを買ってあげたんですよ。うん、で買ってあげてもうそのまま投げて、で あと使い方は自分で覚えて買ってあげるからって言って、それでやってもらって楽になったんで、こういう方はなぜ自分がアシスタントに合わせなくちゃいけないんだって気を使ってた。気を使ってすごく優しいことやってて、すごい手間で時間かかったんですよ。この時間を減らしてくれるのはアシスタントなのにと思って、そこからはもう人馬現場ではロジック統一って形にして、ロジック使える人しかもうその仕事振りませんみたいなことをしたんですね。だからいろんな形があって、でだからこれからアシスタント目指されたい方はとりあえずまあ尖ること得意なことを伸ばすのもそうですし、そのいろんなファイルを開ける環境を作るっていうのも大事かなと思って、うん、プロツールスでもロジックでもキューベースでも一通り台は開けて最低限の操作できますよって、ああ便利ってなると思うんですよね。うん、でフィナーレもシベリウスもとりあえずスコア系開けるんでもう任せてくださいみたいな感じにすると仕事も振りやすいのかなっていうのはありますよね。確かに、うん、そうすると、うん、あちこちの現場駆け持てるそうなんです、アシスタントのプロっていうのは確かに成り立ちますよね。そうそう、もうどのダウンデータ の投げたらもう、うん、ください大丈夫ですみたいな、確かにこれしか開けませんって言ったらやっぱりそのちょっと気使っちゃうじゃないですか。あこの人開けないからどうしてもなんかこの変データ変換してあげないとなみたいな、もうまあ粗いデータでいいですからもうこっちで全部直しますからって言ってくれるとすごい楽だなと、アシスタントっぽいなと思いますよね。なるほど、うん、これね、こういうアシスタントの話ってなかなか触れることがないので、うん、アシスタントについて の、はい、そのコンテンツ扱ってる人っていうのもほぼいないですね。ないから、ね、アシスタント講習やってくれですもんね。そうなんですよ、うちはアシスタント講習と毎年やってるというわけでですね、はい、別として石間チョコちゃんによります優秀戦闘紹介コーナーの時間です。石間チョコちゃんが日本全国世界各地は行ってないけれどもいろんな戦闘やサウナ豆知識などを紹介してくれるというとっても石間チョコの優々戦闘紹介コーナー、はい、今週も始まりました湯島チョコちゃんによります悠々戦闘紹介コーナーの時間です。チョコちゃんこんばんは。はいこんばんは、お疲れ様です。このコーナー、あお疲れ様です。このコーナーですね、チョコちゃんが日本全国いろんな場所に行きましていろんな銭湯やサウナに入った体験談からおすすめの銭湯やサウナみたいなのを紹介してくれるというコーナーになります。というわけで今週はどちらの紹介になりますか。はい、神奈川県茅ヶ崎のエイトホテルってところを紹介させていただきます。神奈川県茅ヶ崎市のエイトホテルさんですね。なるほど、はい、ほうほう、どんな感じ、ホテルの中に入ってるってことですね。そうなんですよね、一応宿泊もできて、はい、うん、サウナも入れるっていう場所なんですけど、まあホテルのなんか中央にプールがあって、うんうんうん、でその下のところにサウナが、はい、あるんですけど、都内とか、そうですね、珍しく男女一応水着着て入れるサウナになってて、はあ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 はい、っていう混浴ってこと。そうですそうです、混浴できるんですよ。はあ、混浴珍しいね、あんまり聞かないもんね最近ね。基本ないですね、あんまりないですよね。テントサウナ屋上でやって、うんうんうん、プライベートで入れるよみたいなところは最近増えてきましたけど、ちゃんと施設として男女入れて、なんか水着で楽しめて水風呂行けるみたいな、しかも水風呂も大きいですし、ってところあんまないんで。ないよね。ほうほうほう、サウナ&シーオーさん、蔵前のサウナ&シーオーさんとかも一応男女で入れて水着で入れるよっていうのはありますけど、まああんまないですよね。ないよね。家族で行けるってことは、はい、あの家族でも行けるってこと。はい、家族でも全然。そうだよね、はい、男女行けるってことはそうだよね、うん、はい、そうでファミリー層でも行けるってことでね、うん、基本やっぱカップル多いですけどね。うんうん、そうか、カップルでデートの一環として行くってこともできるんだね。そうですね、エイトホテルは特に、ね、うんうん、
価格帯がそこそこまあちょっとお高め、うん、リッチ層向けなんで、なんか家族でもやっぱちょっと富裕層家族とか、まあデートを行くんだったらちょっとお金持ち向けにはなってしまうんですけど、まあ、なんかロケーションがやっぱすごいいいんで。なるほどね。あ、はい、ロケーションがいいんだね、はい、あ、そういうねロケーションのいい、ね、サウナっていうのもいいかもしれない、はい、でデートの一つとしてね、うん、本当に、はい、今後ね、うんうん、サウナがおっさんだけとかね、おばさんの場所としてじゃなくてね、若者とかそういうちょっとラグジュアリー感ある場所として認知されていく先駆けになってる場所なんじゃないかなとは個人的に思ってて。そうだよね、サウナブームでね、はい、そういうの若者とかデートの場所としても使えるような感じだ、はい、ね、おしゃれな感じなものがどんどん出てきて、そんな感じでサウナ文化っていうのはどん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 盛り上がっていくっていう感じに今なってるのかな、はいね、だいぶ変わってきてますね、うん、やっぱり、うんうんうん、というわけで、ゆうゆう銭湯紹介コーナーでした。来週もぜひお楽しみください。では居酒屋チーム、はい、というわけでですね、はい、2週連続にわたってスタジオカリーブ社員、はい、アシスタントプロデューサーの和田新平さんにお越しいただきました。というわけで2週連続どうでした？緊張しました？どうでした？いや、緊張はまあ、うん、もう、うん、見した方なんであれなんですけど、見知られてますね。大丈夫かなってずっと、まあ、僕で大丈夫かなっていう、いや、このアシスタントという貴重な話を聞けたっていうのはむしろ君じゃなきゃダメなんだ。ちょっとアシスタントでもなんか特殊な感じですけど、そうですね。というわけでせーの、お仕事ください。はい。